岩佐洋一に一番近い島、ドーンってやつですよね。もうね、はい。ドーン。皆さん、ドーンって、もぐろ福蔵さんのね、特権と思われがちですけど、平気郎さんとかですね、たまに確か、かつあげ丸ゆすり紹介の、まあ、やっぱり世代的には、僕は平気郎の方がイメージ強いですね、やっぱり。ね、我々、平気郎ですよね。そうですね、平気郎のドーンですね。もういきなり問題ないって、話してください。ちょっと一応、そこまでテーマは。名前も言ってないですよ、まだ。あ、そうだ、言ってませんね。まだ名前も言ってない。自己紹介すらしてないや。じゃあ、一応段取り踏んで、国際映像メディア専門学校、アイメディア専門学校、令和4年講師、岩佐洋一が。あ、そっちできた。そっちできた。あ、そうだ、そう。ちょっと、学校の宣伝しとこうかなと思って。ああ、なるほど、なるほど。初日から、大遅刻をしてしまい、ウルトラマンエイティの山田武史状態だったというですね。それがダメなんですね。その岩佐洋一が、好きな特撮アニメ漫画と子供について語る番組です。はい、聞き手と言いながらいっぱい喋ってます。荒木健二です。よろしくお願いします。ということで、今日はもう本当に記憶に新しい、A 先生ご追悼ということでよろしいですね。まあそうですね、まあ A 先生とか藤子不二雄 A 先生、はいはい、藤子不二雄 A 先生、我々の世代ですと実は我孫子元夫先生の方が馴染みやすいというですね。そうですね、そうですね、そうですね。冒頭にね、藤子不二雄先生はお二人の作家さん漫画家さんのペンネームであることは早々に小学生たちは知ったので。そうですね、そうです。全然隠してないですよね。隠すどころかもうだって、それこそ2人でね、ずっと仲良くて漫画描いてきたっていうのは、だから漫画道よりも前に、はい、本で2人で少年漫画ばかり描いてきたってあったんです、はいはいはい、あれを読んで知ってたっていう、ね、そうですね、もうほぼほぼだからあれですよね、オバキュー、パーマン、怪物くん、服部くんあたり認識する頃には当時の小学生、あるいは幼児、少年は知ってましたよね。藤本博史、阿鼻子元っていう、難しい、藤本博史はまだいいんですけど、阿鼻子元って難しいんじゃないですか。あと、阿鼻子って読むんだ、ね。そうそう。聞き慣れなさも含めて。はいはいはい。そうそうそう。だから、なおさら印象に残ってるっていう。そうですね。そうですね。そうだ、その阿鼻子先生ね、 A 先生がお亡くなりになったことで と言いながら俺冒頭に言った平気郎のドーンがいつ回収できるのか分かりませんけど、お亡くなりになったことでいわゆる藤子不二雄先生、はい、無印藤子不二雄先生がこの世から消滅してしまったわけですけど、いかがですか、考えは。いや、正直なんかまあ電車乗ってたんですけど、電車の中でちょっとスマホいじってて、で、何かを調べようと思って一回ヤフーのページに行って、はい、すぐなんか時刻表かな、なんか押そうと思ったら押した後に、あれ今なんか A 先生の顔写真なかったと思って、なんか あったんですよ、写真がね、もう載ってて、はい、もうそれ嫌な予感しかしなくて、これもしかしたらって、まぺって戻したら、あ、やっぱりかっていう、はいはい、のはね、藤子不二雄 A 先生死去というニュースが載ってて、あれはでも、ちょっといろいろね、このチャンネルで岩佐さんといろいろ追悼について、はいはい、いろいろ、なんか常になんかあると。この間もダグラストランブルであるとか、はいはい、いろいろと語ってきたんですけど、はい、まあ中でもやっぱり個人的にはもうトップクラスに衝撃でしたね。まあそうですよね、バリュー的にも。ってとこで気づいたんで、これちょっと外しますね。ああ、そうですね。一、ね、人なんで。もうそれをやって何年みたいな感じになって。2年じゃなくて。そうそう。だから、
スマホニュースっていうかネットニュースで顔お顔写真を見てしまって、あーってなったわけですよね。そうです、そうです、そうです。あの全く同じことをね、あの三浦友和さんがおっしゃってて、まあ、三浦友和さんの場合はあの渡さんなんですよ。ああれもうネットニュースを見るのが怖くて怖くてと。あ、渡さんの顔が映るたびにここ数年はもう見ないようにしてたとおっしゃってて、もう言い方ね、あの悪いってこと、悪いというか、まあでもしょうがないですよね、お年とご病気なんで。まあそうですね。だからその逆にその時が来てほしくない、来てほしくないと思ってとにかく避けていたとおっしゃってましたね。まあ、あの逆にね、その渡哲也、渡さんへの志望の強さっていうんですかを、あの語ってるお話ではあったんですけど、私は共通の知り合いかどっかマスコミの方からいきなり来たのかな、あのだからネットニュース流れる前にも、あーと思って、まあ、ご大病はね、ここ数年されてたので、うんうんうん、で大病されて克服されて大病されての繰り返しだったん でも今回は割とね、あれですよね、大病中ではなくて一旦回復されてもう、あ、そうですね、だったんで、まあ藤田誠さんの時もそんなようなケースだったんで、そういうこともあるんだなと思いましたけど。そうですね。で88歳でしたかね。まあもうそうですね、あれだけ漫画描いてきてこの年まで元気です、ね、元気でいられたっていうのはもう奇跡に近いと思うので。そうですね。まあ、斉藤孝夫先生もそうですけど、あの書き続けてる最中にお亡くなりになったのはやっぱり漫画家としてお幸せだったのかなと思いますけどね。うんですね。そうですね。やっぱり現役で書かれてる最中。まあとはいえやっぱりこう藤尾先生がね、この我々の住む現世から消えてしまったっていうのは大きいですよね。いやー大きいですね。やっぱり、まあ、あの手塚治虫先生とか石森章太郎先生とか赤塚不二夫先生とか、まあ、本当いわゆる時はそのあのもう世代的にやっぱりそこをこう入らざるを得ない、ずっとあの読んできたりとかしてきたわけですけど、その中でもやっぱり、うん、あの藤子不二雄っていうのは一番やっぱり存在が大きくて、うん、そうですね、あの思い入れ等でいく、まあ、作品のクオリティもね素晴らしいんですけど、やっぱり我々世代の思い入れでいくともうナンバーワンになっちゃうのかなって気がしますけど、ね、うん、もちろん石森先生も手塚先生もなんですけど、うん、やっぱり一番ですね。ね、もう一番ですね。孫をことなく。で、あの意外とでもないんですけど、あの F 先生について語ったりですね、あの F 先生の方が好きかなみたいな言い方するした時もする時もあるんですけど、あの例えが俺優子になるとあのまた F 先生の話題になっちゃうんですけどあの A 先生亡くなってみて気づいた、阿鼻子先生亡くなってみて気づいたのは、あのまさに俺優子の主人公みたいに、あれ阿鼻子先生も大好きだぞっていうやべえっていう待てよ、F 先生最高、ね、少し不思議最高とかいろいろ、もじゃこも最高20万で言い出したらキリがないからやめますけど、あの思ったけど、A 先生の影響でかすぎだわっていうのがね、改めて気づきますよね。そうなんですよね。あの、言ってみたら小学校の時って、いわゆるドラえもんのそのアニメが始まる前。ねえ。あ、どっちなんだろうな、ちょっと順番あれですけど、はいはい、印象としてなんかあのなんかね、マタロウだったりとか、うん、それこそブラック爽快だったりとか、はいはい、あの辺を一生懸命読んでたなっていう感覚なんですよね、はいはい、漫画道しかりね、そう漫画道しかり、まあ漫画道はちょっと僕の場合ちょっと後なんですけど、なんかマタロウ大好きで、はいはい、すごい読んでたっていうのがあって、でドラえもんとかっていうのはどちらかというとその後なのかな、わかんないけど、
まあ、一緒に読んでたのかもしれないですけど、はいはい、まあ読んではいましたけど、あれ、うん、恐ろしいことで昭和45年の連載スタートなので大して変わらないっていうね、大して変わらないですね、まあ、変わらないんですけど、なんかすごい後発な印象するじゃないですか、なぜか、なぜかね、ドラえもんだけ、ドラえもんだけ、やっぱりあのコロコロで火がついたっていうのがでかいんですかね。そうですね、あのコロコロで一回ね、あのアニメーションがそんなにヒットしないで終わってしまって、はいはいはい、でまあドラえもんもあのいわゆる最初の最終回が描かれ、はい、最初の最終回も何パターンかあるんですけど描かれ、であのまあ終わったけどテントウムシコミックス出そうかみたいなところでまたちょっとリブートが始まり、あのコロコロでまとまって読めるぞっていう、でも単行本でも読んでたんだけど実はみたいなねその単行本に収録されてないドラえもんがドカッと入ってるってあの魅力ですよね。あ、そうですよね、あれこれ読んだことない、これ読んだことないってあれ のび太の鼻がとがって1巻目に戻ってるみたいなんですねたまにそうそう、あれが大きいんですよね。で新映動画版のドラえもんが始まるとともに、もう要はドラえもん天国にすり替わっていくという。そうですよね、あの最初のその大ブームになった時に、あの最初に劇場版ののび太の恐竜の時って、はい、やっぱりその F 先生と並んで A 先生も一緒にこう映ってますからね、はいはい、まだあの時は2人分かれてなかった、ね、藤子不二雄は2人で書いてます、あのドラえもんは2人で書いてますよ、はい、みたいな、あの雰囲気を醸し出してるのがちょっと面白い、嘘だって思ってましたけどね、すでに嘘だって、だってエスパーマミなんかもう典型じゃないですか。そうですねエイ先生通行人すら書いてないでしょさてはっていう、絶対これオール F 先生だよっていうね。そうなんですよね、だからあの新オバキューはまだ翔ちゃんがエイ先生ですからね、はいはい、あのあ藤子不二雄だって感じはしてたんですよね、うん、はいはい、あの典型的なのが新一くんですよ。あ、そうそう、もう性格まで阿弥陀先生のキャラっていうねあれすごくないですか一人だけあの A 先生阿弥陀ワールドの住人が混ざっちゃったっていうあの違和感、そうあのだからおばきゅうのしんちゃんのあの器の小ささっぷりっていうかくずっぷりはすごいですよね。すごいですよね、兄をああいう風に描くっていうね、全然あの翔ちゃんをあの叱れないっていうかお手本にならないいや、まあダメ兄としてはやっぱり、うん、あの最高峰じゃないですかね。最高峰ですよ、あのキューちゃんに嫉妬するっていうのむちゃくちゃな三角四角関係優子も混ざってのめっちゃくちゃ全員あの思いがすれ違ってるっていうね。すごいですよね、しかもあれ恋愛じゃないじゃないですか、ね、全く恋してるのしんちゃんだけで、まあ、しんちゃんがあの稲子さんにね、可愛い稲子さんに恋をして、キュウちゃんがほらあの優子さんに恋をしてっていう、そうそうそう、思いが全く届かないっていうね , 笑っちゃうぐらい届かないのね。あれすごいですよね。すごいですよ。だからね、今や新オバキューってやっぱり F 先生名義になってますけど、あれは結構 A 先生も書いてるよなって、うん。そうですね。だから、要はね、実はドラえもんがヒットするっていうか、ドラえもんが世間に認知するまでって、割と A 先生寄りの作品ばっかりなんですよね。ですよね。そうです、そうです。うん、だって、梅干し殿下もありましたし、アニメにもなりましたけど、あの真っ先には来ないじゃないですか、梅干し殿下って。うん、来ないですね。で、21エモンもあのだんだんいろんな世の中のことが分かってきてから面白さがさらによく分かった漫画なんで、まあもじゃこうもしかりですね。こんなすごいものを子供に読ませたんだF 先生って、悪魔だねあんたみたいな。だからストレートにそのブラックさんも含めて伝わってきたのって A 先生なんですよね。そうです、そうです、あのやっぱり A 先生でやっぱり絵もそうですし、分かりやすかったんですよ、そういう驚しさとか、入り方としては子供にすごく分かりやすく、はい、まさか F 先生の、ね、作品がそんな
あの裏にそんなの潜んでたなんて分かんないじゃないですか、絵から。まあまあ、分かったらまずいですけどね。なんだろう、変な漫画だな、みたいな感じで。はいはい、もやもやっとね。そう、もやもやしてました。でも、こんな絵だし、そんな内容なわけないっていうね。はいはい、なんか、そういう思いもね、そうですね、子供の頃ありましたから。だから、まあ、ストレートに、やっぱり、マタロウが来るは、もう本当、ブラック紹介もそうですけど。そうですね。あの、だから、ちょっとゾッとしたのが、あれ、藤子不二雄って名前をくっきりと認識したのって、マタロウが来るかなと思い始めちゃったんですよね。ああ、ね、そうかもしれないですよ。ね、あの、オバキューってオバキューなんですよね。あ、そう、オバキューってオバキュー。オバキューの九太郎なんです、うん。もうキャラ先行なんですよね。パーマンもパーマンなんで。そう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 。怪物くんも怪物くんじゃないですか。怪物くんも怪物くん。いや、もっと言うと、あの、怪物くん大好きだったんですよね。はいはいはい。だから、もしかしたら最初に藤子作品に触れたので、僕、怪物くんかもしれないですよ。あ、その、なんつうんですかね、あの、のめり込んだっていうか、はいはいはい、うん。だって結局映像化に関しても、まあ、初はオバキューですけど、あの、オバキューは合作ですよね。はいはい。もうそれこそ、あの、石もね、某石の森章太郎先生すらも参加してたっていう、すごい漫画ですね。超合作ですよ。この後、あの服部くんが実写化なので、あ、うん、服部くん実写化ですし、まあ、パーマンもありますけど、怪物くんもね、あのアニメ化ですし、だから割と交互にこう AF みたいな感じでアニメ化されてたんで、これやっぱりそういう意味ではA 先生も A 先生も均等にヒット作家として認識してたのかなって気がしますけどね。そうですね、そうですね、うん、全然ね、あの、なんとなくドラえもん以降は A 先生のリードみたいなイメージになってますけど、あれって思って、やっぱり最初のリードはやっぱりやや A 先生だったんじゃないかなって気がしますけどね。いや、でもそうだと思いますよ、うんうん、あの、いろんなところに書いてらっしゃったっていうのもね、はい、そうですね、うん、大きかったですし、うんうん、やっぱり、うん、ドラえもんが全てをひっくり返しちゃったんですよね。そうですね、うん、まあ、ご本人も多分あそこまで行くとは思わなかったんでしょうけど、まあ、いまだにね、ドラえもんって言ったら、そのクレヨンしんちゃんであるとかコナンであるとか、ああいうのと並ぶ、まあ、海外人気はね、さほどでもない。でも、東南アジアの人気は絶大だったりとかしますし、そうですね、うん、漫画ですからね。やっぱりそこまでになった作品は、F 先生でもドラえもんしかないので、はい、そうですね。もう、ああなっちゃったらしょうがないかなっていう。そうですね。まあ、やっぱり、なんでしょう、クレヨンしんちゃんとかちびまる子ちゃんもそうですけど、あの、原作者死してなお続く作品ってすごいですよね。ああ、いやいや、もうドラえもん、もう本当そうですからね。あの、仮面ライダーもそうじゃないですか。あ、そうですね、仮面ライダーもそう。新森先生、電王とか知ってんのとか、知ってるわけがないんですけど、つい思っちゃうので。いやいや、本当だよな。あれ、クーガンの時はご存命でしたんでしたっけ。あ、クーガンもご覧になってないはずですけど。ですよね、そうですよね。うん、だから、あの、平成ライダー知らないっていう。あれ、俺、こんなん書いてたっけみたいな。それ知らないよっていうね。いろいろ、あの、草葉の影というか天国で、あの、驚いてるんでしょうね。そうですね。まあ、それの一人になっちゃってたんですよね、F 先生はね。そうそうそう。その、あの、サザエさん、長谷川町子先生とか。桜桃子先生とかに入る。まさにね、ドラえもん F 先生はそこの位置。そこの位置ですよね。石森先生だって、まあ、なんとかこう、アニメになったりっていうのはありますけど、ずっとやってるのってないじゃないですか。そうですね。やっぱり、仮面ライダーとかその辺になるので。あとは、やっぱ水木先生の鬼太郎ですよね。そうですね。まあ、あれも、もう、ね、お亡くなりになってもう久しいですけど、ずっとこれから、はいはい、まあ、今やってないですけど、これからまた、はい、脈々と鬼太郎は作り続けられるんだろうなと、はい、うん、まあ、悪魔くんもね、始まりますし、同じですね、悪魔くん、鬼太郎もその域に達して、そうですね、そうですね、まあ、どっかでまたなんか怪物くんとか、まあ、怪物くんもいろんなところで実写になったりとか
はいはいはい。いろいろなってるじゃないですか。まあなんとなく一番続いていくのは、あの今後もひょっとしたらあるかなと思うのはやっぱりセールスマンですけどね。ああそうですね、うん、セールスマンはやっぱりその日本人に染みついた感が、はいはい、もうあれは老若男女問わずになっちゃったでしょ。そうなんですよね。あのギニアブレイクにでオンエアされる前なんですかね、僕知らなくて、その笑うセールスマン自体を、はい、ああそうなんですか。なんかね、ブラックユーモア短編集っていうのが出て、はいはい、それに入ってたんですよね。そ当時、はいはい、あのそのまま入ってたから、あの黒いセールスマン時代。あ、はいはい、これですよね、きっと。あ、そうです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 。そう、この時点ではまだアニメ化のお話がなかったんで。あ、やっぱりそうですよね。そこが最初なんですよ。はい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 。それで黒いセールスマンっていうのがあって、なんだこりゃっつって。これですこれ。あ、そうです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 。友達やね。黒いセールスマン、ね、私もだから私は実はあの小1かそれぐらいの時に初めて親戚のうちで読んだんですよ。親戚の漫画好きの親戚のうち行った時に黒いセールスマンの単行本が置いてあって、で藤子不二雄って書いてあったんで読んだんですね。あ、藤子不二雄、あ藤子不二雄、ああと思って、であのこれ読んでくうちに周囲を見回して、読んでいいのかなこの漫画俺がって、子供の僕が読んでいいのこれっていう、その子供の頃に読んじゃうとまあ子供の頃に僕は笑う先生様を読んでいないのであれなんですが、あれですよね、あのダミーオスカーを読んだのと同じ気分になるんですよね。いいのかなっていいのかな。ダミーオスカーも立ち読みで読んでましたね。まあっちはね、ちょっとエロいっていう部分もあったんで、はいはい、なぜか床屋にあるんですよね、ダミーオスカーって。ああ、ありますありますあります。単行本ね。そう、単行本がダミーオスカーって、なんかあの、だからダミーオスカーって本当は読んじゃいけない漫画だなって自分で分かってたんですよ。はいはいはい。ちっちゃい時に。なんですけど、床屋に行ったらなんか割と堂々と読めたっていうのがあって、はいはいはい、まあ、楽しんで読みました。そこへ行くと他の少年漫画と一緒に並んでますから。あ、そう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 、任せるんですよね。そうなんです。これ普通の漫画の読むみたいな誰に言ってんのそうそうそう、誰に言い訳してんのみたいな感じ で、あの近所の床屋にまあまあなんか行くじゃないですか、月、はい、2ヶ月いっぺんだったりなんだったりとか行って、そのでダミーオスカー読むのがもうその時の楽しみで、あでその時にちょっとこれで A 先生の方に戻るんですけど、はい、横にね、まあ、ハードカバーの、はいま、もう大きさも、まあ、ちょっと大きい単行本とは違う感じで置いてある漫画があって、はい、で、藤子不二雄って書いてあって、はい、お藤子なんだろうと思って撮ったのが漫画道だったんですよ。あ、はいはいはい、いわゆる、これ持ってる漫画道のあれですけど、はいはいはい、これのなんていうんですかね、頭の、どこまで入ってるんだっけな、あれどこまで入ってたんだっけな、電車で、あ、手塚先生のとこまで行くよっていう、うん、あれね、アスナローで終わるんですよ。あ、そう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 アスナローの木のあれね、なろうなろう、アスナローってでしょ、アスはヒノキになろうで終わるんですよね、あれね。私も漫画道に関してはあれで知ったんで、あのハードカバー版の。そうですよね、そう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 、だあの跡があるって知らなかったんで、こう、ね、そう知らなかったんですよ、あの跡があることを知って驚愕しましたけどね。そうなん、続きが読めるんだと思って、だあれで終わっちゃったんで結構まあ悲しいとまで言いませんけど、ああなんかもっと続き見たいなってすごい思っちゃった。いやいや思いましたよ、これからじゃんって、ね、そう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 、まだシフコン王子すら書いてないよこの2人って思っていやてかもうどう考えても、あこの2人のことを書いてんだなっていうのねあれでしたから、あのハードカバーのやつね、うん、いやもう俺あまりにも夢中に読んでたのか、はいはい、貸してあげるから持ってくれって都会のおばちゃんに言われたんですよそれね
それもう、あの、犬とか猫のが餌食べてる時ですよ。もう、ね、ると多分帰んなかったんだろうなと思って、もうとっくに切り終わってるの。もう、そうそう、返すためにはもう、この本を持ってかせるしかないっていう。ない。最後の手段ですよね。だいたいあの時って、あの当時とかで日曜日にね、はいはい、都会に行くじゃないですか。うん、そうすると、他の人たちも来るわけですよ、結構いっぱい。はい、平日ならいいさ知らず、はいはい、いいから帰るよ、お金も客来んだからってことですよね。一口に言って邪魔ってそう、邪魔だったんだろうな。あ、ケンちゃんいいから持ってきなそんなことに言ったら返してねって言われてその本一冊のレンタルで済むなら安いもんだってことですそれでその席が空くんだったらっていう。いや、あのままあれもらいたかったなーいや、なんかあの当分借りっぱしてたんですよ。ああ、はいはい。で、あ、ブッチできっかなとか思ったら、はいはい、うん、あの床屋のおばちゃん取り来たんですよね。ああ、そうなんですか。あれ、意外と大事だったこの本とかって返してって来たんですよ。うちまですごいですね。すごいんですよ。ああ、それはご本人なのかご主人なのか息子さんなのか。あね、あのその夫婦、あのご夫婦だったんですけど、うん、は子供いなかったんですよね。ああ、じゃあご主人なんじゃないですか。おい、あの漫画どうしたみたいな感じになったのかなと思って。俺のバイブルだみたいな。で、それを返してからまた行くじゃないですか、うん、はいはい、そうするともうその本棚にはダミーオスカーとか、あとなんだっけ、バイエンとか、はい、ああいうのしか俺漫画道なくなっちゃった。危険を感じたんですよこれは取られるんだコンプライアンスあれ、漫画道がなくなった。はいはいはいそれやっぱりご主人好きだったんじゃないですかね。うん、まあご主人なのかおばさんだったのか分かりませんけども、そうなんですよね。あれでね、まあ幻冬期もそうなんですけど、まあ漫画道初期、漫画道とか愛知り染めし頃の話になるともうキリがないんでほどほどしますけど、あの幻冬期もそうなんですけど、あの間垣平九郎ですよ、やっぱり。そう、間垣平九郎、ね、あれで覚えたんで。そう、間垣平九郎あれで覚えましたね。そうですね、よく覚えましたよね間垣平九郎ね。あの、うん、あれだけね、日枝のアレとかですね、あのそういう名前、柿の本人丸とかが覚えるのが嫌で嫌でしょうがなかった、あの小学生が間垣平九郎を簡単に覚えたっていう漫画の凄さ。逆にあの天空魔もそうなんですけど、その大人の難しそうなやつじゃないですか、間垣平九郎ってね、あれを書ける、あの、何でしたっけ、漫画道、漫画道をすげえなって思ってましたけどね。あれがほら、模写で、実は模写でね、ええ、あのコピーで、あの写し書きで、あの謝るっていう、サイの茂で謝るっていうね、シーンがあるじゃないですか。はいはい、ありますね。あるんですけど、これを模写できる漫画道をも、すごいと思って、そう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 、みんなが思って、いや、待て。確かに一種盗作的ではあるけど、別にコピーして切り貼りしたけども何でもないじゃないですか。そうですね、うん、そう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 、これを模写してる、しかも このテーマ、間垣平九郎を選び、それを模写する間垣道夫の恐ろしさを、君自分で分かってないねみたいな。渋いですよね、うん、いや、すごい、あの、戦いでしたよね。天空魔 VS。間垣平九郎ね。でも、やっぱり、あの、漫画道をね、最初に読んだときに、やっぱり思ったのは、その、やっぱり、二人ともね、はいはい、偉大な漫画を描いてらっしゃる方で、で、その A 先生が、こんなコンプレックスを持っていたのかっていう、はいはいはい、あの、親近感ですよね。多分、漫画道が好きになる、一番の理由だと思うんですけど、はいはいはい、あの親近感が出てくるっていう。そうですね、なんかこんな天才でもこうだったんだっていう、ね、はいはいはい、でね、あのマタロウとか、あのドラえもんののび太もそうですけど、あのいじめられっ子だった、はい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 、
められっ子だったっていうところを正直に書かれてるっていう。そうなんですよね。だからただ芸は身を託すんだなっていうのもなんとなくあのいじめっ子 B29 の絵を描けとか言って、はいはいはい、ペアって書いて踏んづけるっていう。そうですね。あのただ要はその A 先生阿美子先生のコンプレックスって割と最大公約数だったなっていうのをあの大人になってから気づきますけど、ああそうそうそうですね、そうですね、実はそんな特殊じゃなかったっていうね、うん、あの F 先生藤本先生が秘めてるものの方がそら恐ろしかったっていう、うん、そうなんですよ、そうなんです闇深すぎっていうそうだからなんか A 先生は普通になんか人生楽しんでた感じがしますよね大人になって社会人としてある程度ね生活できるようになったら克服できるレベルのコンプレックスだったんですよ。ああそうそうそうなんですよ、ね、実はあのゴルフとか麻雀とかですね、あとまあ A 先生阿美子先生が性風俗に行かれてたかどうか分かりませんけど漫画には登場するじゃないですか。はいはいはい、うん、だからそのああいう大人の遊びを覚えるとお酒も含めて割とその辺のことを忘れるねっていう感じだったそのね F 先生の持ってる 無名の闇というかあのいつ果てることの 闇にはかなわないですよね。あれはずっと思ってて多分ねお亡くなりになるまで。そうですね、だもうお腹に抱えたままだったんでしょうね、きっとね。だから典型が、あのやっぱり老友大いに語るかなっていう。ああ、わしはわしはですね。あのね、口うるさいあの奥様、妻に一言言いたくて、あれだけの宇宙旅行というか、ね、テスト飛行の計画をぶち上げ、研究しっていう。そういうオチだったってすごさ。そうなんですよね。でしかもこれでもあの物言えるぞと思ったらいざとなったら言えない。なんで言えないんじゃん結局。あれは闇深いですよね。ちょっと深すぎですあれ。だから多分 A 先生だとあれで文句をやたら聞こえてないのに言って終わるんでしょうね。そうそうそう。ちくしょうこの野郎ってあの書き文字が浮かぶじゃないですか。でもあの奥様かなんかにゃにーとか言って終わる。ああよかったねっていうね。っていうね。社長スカッとして終わるみたいな、うん、あのあれがあるんでしょうけど。わしはわしはでしょ、ね、どうぞ。もう最初あれも最初読んだ時分かんなかったっていうですね、んこれ ページ書けてんのみたいな、うん、そう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 、これからじゃないのみたいな、ね、そうそうそう、あっていう、ね、あれは深すぎですよ。だそういう意味でも実はだからあの阿美子先生ってあのマタロウのイメージでね、ああいうF 先生は明るい少年漫画、 A 先生はああいう子供いじめられっ子の復讐みたいなねリベンジ、うんうん、心の闇をダークサイドみたいな感じですけど、まあもうこれはね藤子ファンは全員分かってると思うんですけど実は逆だったっていうね。そうです、実は逆ですね。あのマタロってスカッとするじゃないですか悪いやつやられるんですから本当にしますからね。あのダークっていうか割と水戸黄門とかあの辺と変わらないんですね、はいはい、完全、まあ、完全懲悪って言っちゃうとまたちょっと違うんですけど、でも、ね、恨み年俸があって、はい、メラメラがあって結局最終的にはあの金さんの桜吹雪みたいな、そうです ね、あれが炸裂して悪いやつはどうにかなっちゃうっていう、うん、ああよかったっていうふうに言われるんで、で必ずねその恨みを晴らす直前には伏線を張ってね名セリフとともにしかも聞こえるように言ってるっていう、ね、そうそう、恨み晴らすでおくべきかと、んなんか言ったかっていうね、聞こえてるじゃんっていうね、んじめっこ爪が甘いよと思いますよここで締めとかなきゃってもう一回そうそう、 今だったらまだ間に合ったのにね、そうそうそう、もうまずいまずい、フラグだよフラグだよっていうね
そうそう、ね、爪が甘いいじめっ子も面白かったですよね、毎回。そうですね、そうですね。まあでもね、とは言いつつ、やっぱきついシーンがね、マタロウは多かったですけどね、小学生には。やっぱ一番ね、トラウマなのは、やっぱりあれですよね、好きな女の子の前でズボンを下ろすって。ああ、ね。あれはきつかったです、ね。あれはきつい。あれで、あの回は、やっぱりその、恨み晴らせたとしても、はいはい、心の底からスカッとはできなかったですね。そうですね。いや、だから、やっぱりね、なんでしょう、A 先生、阿比古先生の漫画に出てくる女子が、こう、魔的なね、言われ方もよくしますけど、まあ、はい、ウマトとかいますけど、あとね、はいはい、それこそ黒いセールスマン、悪いセールスマンによく出てくるホステスとかね、いますけど、やっぱり、マタロウのあのガールフレンドはすっごい性格いいですよね。性格いいですね。はい、だって、ズボンを下ろしていい、で、マタロウにその後、延々と優しくするじゃないですか。そうそうそう。考えられないですよ。実は変態だったのみたいな。あれで取り込んだったと。そうそう。それはちょっとこの。こんな人を待ってたのって、そっか。ちょっと、それはちょっとまずい展開に。まあまあ、っていうか、そういう子じゃないっていうのを分かってたっていうね。そうですね。もうね、源静香にね、爪の赤でも煎じて飲んでいただきたい。そうですね。ええ。本当にもう、いや、伸びた結婚はね、思いとどまった方がっていうね。そう。もういちいちこう、ロボコの会の、ダウトとか見せたいですよね。電気パンの会に、あんたがゲラゲラゲラって笑われてるコマとか。もう見せて、説得したいなっていうぐらいの。そう。割とひどい女ですよね。そうですよ。だって確かにね、ほら、結局 F 先生の話になりましたけど、人間製造機の回でしたっけ？ああ、赤ちゃん、ね。作らない。赤ちゃんって言って、まあ、怒る気持ちっていうか、なんで怒ったんだろうとかいろいろありますけど、はい、分かるんですけど、絶対のび太に悪気ないじゃないですか。ないですね。あるはずがないので、のび太に限っては。出来すぎ軍が言ったらまずいですよ。そうですね。うん、あれっていうね、狙ってるのはあなたみたいな、その年にしてみたいな感じですけど、分かってるのに、ジャイアン並みのひどい目に合わせてるんで、そうですね。うん、その辺もね、ちょっとのび太は、もうその時点でそれをギャグとして受け止めらんなかった源の静香とか、その凶暴性に関して考え直すべきでしたよ。まあ、何の話か軌道修正したのか、えらくいい女にいなかったね。そうそうそう。柔軟感あたりからね。ね、そう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 。すごいいい子になってますよ、ね。いい子になってるなと思いますけどね。でも、いやー、5、6巻まではひどいですよね。いや、ひどいですよ。だってほら、名作と言われてるね、ペロの回。ああ、そうそうそう、犬のね。その後はあんまり出てこなくなってくるんですけど、ペロも。ペロどうしたんだろうと思うんですけど。ペロどうしたのかなって思ったのに。あれもね、名作みたいな言われ方してますけど。まあ、名作は名作なんですけどね。自体はひどいですからね。あれひどいですよね。うん、死んじゃったらどうにかしてですからね。うん、できるわけねえだろって話なんですよ。そこまではまだいいですよ。ね、それで死んじゃって、かわいね、愛着のある犬が亡くなっちゃって、悲しみに暮れてて、その気持ちどうしたらいいかわからないみたいな気持ちまでは共感できるんですけど、はいはいはい、その後、まあ、安受けするのび太も当然良くないんですけど、はい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 、でもやっぱり努力はしてるじゃないですか、どうも。してます、してます、してます。努力してるってドラムに頼るだけですけど。努力してるのドラえもんじゃねえかって感じなんですけど、まあそれは置いといて、努力はしてるじゃないですか。形跡は見られるじゃないですか。はい。ね、いや、ちょっと時間経って鼻おじって、やっぱりダメだったよってわけじゃないじゃないですか。ないですね。どっかで時間潰してね。で、それが分かってる時の逆ギレっぷりですよ。あーねえ。話してくれるって言ったじゃないっていうのがね、ちょっとそれは静香ちゃんっていう。それは静香ちゃんっていう。
いや、もともとダメ元なんだからさって話ですよね。しかもそののび太くんが別にね、ペロをあの死に至らしめたわけじゃないしっていう、ね、そう、まあもうね、ペロを殺したのはのび太ぐらいの勢いです。そうです、あれはね、ちょっとね、ひどかったと思うんですよ。あれ私だったらあの怒ってると思いますね。逆逆切れぐらいしてると思いますよ。あのさって、あのね、確かにもう言っちゃった手前大変申し訳なかった、でも努力はしたんだよっていうね、そうですね。でも人間のこう人間社会の長い歴史の中でそのジーズとしてね、あの生き返って、まあキリストは生き返ったっていう話になってますけど、それを証明するものはないじゃないですか。まあそういう神話的なことを宗教的なことを抜かせば現実的に生き返ってきたことはないので、はい、そこを超えて大人になろうよって。僕のね、おばあちゃんだって決して生き返りはしなかったんだとか、そこでおばあちゃんの思い出を出すかみたいな話になるんですけど、あれひどいですよね。あのだんだん年々年を重ねるごとに、あのひどいな源の静かと思うようになりましたけど、完全にあのドラえもんの話になりましたけど、そうですね、まあ、うん、まあ、いわゆる漫画でいうしずちゃんですね。あの、アニメだとなぜかしずかちゃんになってるんですが、だから我々はやっぱりしずちゃんですよね。そうですね、しずちゃんですね。なんか、かがつくと馴染めないですよね。そうですね、馴染めないですね。なんかほら、あのスネ夫がどっか連れてってやるよって言って、伸びただけなしねって時も、はいはい、ふんって感じでついてきちゃないですか。あのだから伸びたさんも誘ってあげてなって一言も言わないですよ。そうさ、ぜあの後半は言いますけど、あの前半は一切言わないですからね、うん、またねみたいな。そう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 、あのジャイアンがね、あの言わないのは分かるんですけど、あんた言うべきなんじゃないの、未来の嫁さんとしては。先になんかのび太が誘って OK したのに、あっちの方が楽しそうだからって言った回もありましたからね。まあ、ひどいですよ。最たるもんはでもやっぱりロボコですけどね。ああ、あり抜けちゃったよっていうね、あの嫌々な電話。そしてあの、このピーナッツのこれを、ピーナッツでいいんですけど、ポップコーンでしたっけ、とにかく。ピーナッツ投げ食べ。ピーナッツですね、ピーナッツですね。あのお上手って、あの心のない拍手。もう本当に腹が立ちますよね。なぜか A 先生追悼で源ね、球団会になって、ディズニーになったっていう。いやでもね、これを思ってる人少なくないと思うんですよ。そうですね。そうですよ、あの漫画から読んでた人はね、もう映画からだとやっぱりみんないい人なんで、あ、まあ、映画とかアニメからですよね。アニメから、アニメから動画版のね、やっぱり特に映画はね、スネ夫もジャイアンもみんな友情みたいな感じですから、はいはいはい、ちょっとこの辺でね、あの A 先生、阿鼻子先生が亡くなったことをきっかけに、あの源の静香の性格の悪さを改めて皆さんにも知っていただきたいなっていただきたい、そうね、まるで好きみたいになったんですけど、ね、とちょっとここであの A 先生に、藤子 A 先生、阿鼻子先生に話題を戻しまして、はい、まあ、先ほどの変気楼の伏線をちょっと回収したく思いまして、まあ、要はドーンですよね。はいはい、ドーンですね。あのドーンなんですけど、あの変気楼の場合、あのどういう仕組みか分かんないですけど、あの魔力増幅ペンダントらしきものがあるじゃないですか。ありますね。劇中では一言も触れられませんけど、多分あれ魔力増幅なんでしょう。そうなんですかね。まあそうなんでしょうね、きっとね。ほら、なんか最終回水晶玉の回で終わるじゃないですか。ああ、はいはいはい。で、その時にあのペンダントしないでマスクもつけない変気楼が素でやろうとしたらできなかったんですよ。うんうんうん。で、ペンダントつけてマスクつけてたかな、特にペンダントはつけてるんですね。そしたらできるようになったんで、あ、このペンダントって変気楼の魔力を増幅させるシステムだったんだっていうのが最終回にしてはっきりしたっていうね。そうそうそう、そうだったんだ。で、その増幅させるときにあのギーンって音がするじゃないですか。あ、はいはい、しますね。ギーンって言ってこのペンダントがアップになってからドーンになる、ギーンドーンなんですよ。
変気論の時ってドンだけじゃなくて銀とドンのセットで覚えてたんで。なるほどなるほど。だからなおさら、セールスマンよりも印象強いですよね。ああ、まあそうかもしれないですね。あのこれは変気炉の超能力だっていうのが私にとってはあるんで、福蔵さんは景気づけにドーンって言ってるだけじゃないかなと密かに思ってるんで、うんうんうん、まあだんだんねアニメが回を重ねるにつれどんどん超能力とかしていきましたけど、まああの最後の決め台詞ですからね。あの最後にもう地獄に落とす時のバーンですか、ドーンですか、ね、あ銀もありましたけど金ですね。基本は金ですね。あ金ね。あ懐かしいなあ。やっぱりあのドーンの A 先生独特のなんていうんですか、この擬音のね。そうですそうです。いやいやもう擬音も素晴らしかったですよね。あのこのビーンとか書き文字、ね、まあ有名なのはギニョーとかですけどあと時々いやセリフでもほらあの助けてくれとかがカタカタこれ切羽詰まってるの表現してるのかもしれないけどギャグになってるよ強調しすぎてギャグになっちゃうってですね。あのやっぱ言葉の、ね、なんていうんですか、A 先生の方がその擬音というか言葉っていうのを覚えやすかった。そのさっきのマタロウのなんか言ったかもそうですけど、はい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 、あドーンもそうですけど、あとほらあの漫画見せて有名なんだとうまいがあるじゃないですか。あーうまいですね。それをねやたら真似するやつがいてですね、あのだんだんイライラしてきたって思いがあるんですけどね。いいよ。分かったよみたいな。そうそうそう。黙れっつって。そうですね。あれで、なんていうんですかね、ちょっと僕がもらってたものとは違った、あの物体としてちょっと違う、色が違うんですけど、あの勧誘が出てくるじゃないですか、漫画にして。ええー。で、舐めたら甘いって。はいはいはい。だ多分、ね、あのちょっと上 の, あの下の世代になっちゃうと、勧誘って何やってなると思うんですけど。そうですね、勧誘あれと思いましたね。そうそう、だからあのおふくろや母にあれ読んだ直後に勧誘舐めたいって言ったらすごい軽減な顔されましたよね。あでも僕幼稚園の時勧誘配られてましたよ、ね、あ本当ですか、ええ、羨ましいな。勧誘大好きで、はあ、あのねでもあの何ですかね、なんだっけ、今も売ってますよ、あそうですか、緑色の、うん、あの勧誘ドロップがあって、はいはいはい、でそれがあの浅田飴みたいなのに入ってるんですよ、まあ、薬局だと今もこのぐらいのでっかいのしかないような気がしますけど。あ買えます。あ薬局のある売ってると思いますよ、ただあの漫画口に出てくるようなあの黒いやつじゃないんですね。あなるほどね。だ僕も幼稚園かなの時かなんかに勧誘とかって結構配られてたんですよ、はいはい、いいですね。でそれでも僕も、まあ、今も売ってる緑色ので、ちょっとね今で言うとなんだろう、あのエナジードリンクをあはいはいはい、あのグミにしたみたいな味が、なるほどなるほど、あでもいいですね。して、であれがもう大好きで、で先生とかにも1日1個しか食べちゃダメとか言われてもうなんか漫画道状態だ設定がで、そうそう、なんか隠れて食べてて怒られるとかありますね。しょうがないです、子供はしょうがないです。子供はしょうがない。だやっぱりそのやっぱり栄養のために子供に配ってたものなんですね、勧誘ね。そうですね。そうだからね、うちの母の場合はね、あの別に勧誘なんか食べなくてもあのドロップがあるんだからって佐久間ドロップとか渡されてるんですよ。あいやだから勧誘は俺は勧誘食べてんだって別に飴をくれと言ってるわけじゃない。飴をくれと言ってるわけじゃない。まがみ。当然ね、あのお母さんあたりは絶対勧誘って知ってますからね。ねえ、そうだからな、何を今更だったんでしょうね。そうそうそう。いろんなドロップが買える時代になったのに、なんでお前はそんなものを選ぶんだっていうね。もうこれが漫画道であることを誰も知らないみたいなね、そういう感じですよ、ね。だから結局ね、勧誘は そんな次第で今日まで。あの口にしてないので、あ耳寄りな情報を得たので早速
野球。そうですね、ちょっとあの漫画に出てくるものとはちょっと違うんですけど、はいはい、なんでしょうね、弾力のないグミみたいな感じです。あ、それあの薬局に買いに行って全然違うもの買ってきて、アレキさんに逆切れしてもいいですか？なんで全然違うじゃないですかって、どうしてくれるんですか？源の静かごっこひどいの。人生の気持ち。でもそこ値段はそこそこしますよ。あ、そうですか。ええ、1万円ですか？いや、そんなにしないですけど、そこまではしない、そこまではしないですけど、このぐらいの缶に入って3000円ぐらいするんじゃないかな。意外とするんですよ。高級品ですね、今や。割と高級品ですよ。ああ、まあ、買えることは買えるな。買えるけど、ちょっと、一回ね、どうしても食いたくて。はいはいはい。まあ、もうこっち来てからですけどね、上京してからですけど、一回買って食いましたね、なんかね。あ、薬局であるの見つけちゃったんですよね、別に漫画道関係なく。あ、俺のキャベツだ、缶油だと思って。でも、それは買っちゃいますよね。買っちゃいますね。思い出の味だって。あんま、変わらぬ味で。それで2万も3万もしたらちょっとあれです。それはさすがに買わないですね。寿司食うわって話になる。そう。寿司なんですか、まあ、ステーキとかでも何でも。何千円だったら確かに買うなぁ。で、うまいって言いたいですもんね。そうそう。食べてうまいって言いたい。その子、まあ、漫画道読んでた時はもう勧誘とかって配られてなかったし、小学校でしたから、はい、小学生でしたから、ああ、なんか勧誘ってあったな、でもこんな黒いんだとかね、いろいろ差を比べながら読んでましたよね。